の女の子、何なの？魔術みたいなもの使わなかった？まさか、あいつらも巨人になっちまうんじゃねえか？よく見りゃ妙なトカゲみてえなの連れてやがんぞ！おい！おいらはトカゲじゃねえぞ！そうです。私たちは、空の…私は憲兵団の報告書を読んだものだ。それにはこの者たちの正体がこう記されてあったぞ。壁の外よりやってきたものだとな。しかもあろうことか、青髪の少女は神聖なる壁を冒涜し、壁外を求める危険思想を抱いている。排除よ、排除、排除せよ、排除せよ、壁から排除せよ、壁から排除せよ。以上近づけば僕たちが相手になる。私の特技は肉をそぎ落とすこと。必要に迫られればいつでも披露する。皆さん、どうして？言ったはず、あなたたちを監視すると。監視には保護も含まれている。今君たちが武器を取っちゃダメだ。もう二度と弁解が効かなくなるからね。無茶なんて慣れっこだよ。だって僕たちは巨人を相手に戦ってるんだ。エレンを化け物呼ばわりされた時許せなかった。ルリアだって同じ。そんなの許さない。さん、ミカサさん、この税金泥棒、誰の金でご飯食べてると思ってんの？そうだそうだ、市民様に歯向かいやがって、軍規違反だろうが。おい憲兵団、ボケットしてねえで逮捕しろ。まずいね。少しは冷静になってくれるかと思ったけど、この程度では無理か。大丈夫、私が守ってみせるから。とう、誇り高き壁の民よ、この世界の真実を知りたくはないか。我々にはそれを話す準備がある。この世界の傍観者たるか、それとも自由を求める翼を手にするか、我ら壁内の命運は今やこの者たちの手中にあるのだ。
騙されるな。そんなものまやかしだ。今までこの者たちが我々に一つでも成果を持ち帰ったことなどあったか。多大なる犠牲と血税を垂れ流し、我々にもたらしたものは絶望のみ。そんな者たちの言葉に決して耳を貸してはならない。さあ、もう隠す必要はなくなった。今こそ君たちの知るこの世界の真実を皆に教えてやってほしい。私たちの知っている全てをちゃんと聞いてもらいましょう。壁の外は巨人しかいないんじゃなくて、たくさんの人、豊かな場所、美味しいお料理、とにかくいっぱいいっぱい楽しいことがあるんです。オイラたちは気功師ってんだけど、気功師は何にも縛られない自由な生き方なんだぜ。え、どういうこと？そんなの初めて聞くけど。ちょっと待ってくれ。だったら今まで王が嘘をついていたということにならないか？じゃあ騙されていたのは俺たちだったっていうのかよ。嘘だ。この者たちの言っていることを信じてはならん。我々は壁内に生きることで100年の安寧を享受してきたではないか。かような残言に耳を貸せば巨人の犠牲になるだけだぞ。間に合ったからよかったものの、全く肝を冷やしたぞ、リヴァイ。
エルヴィン、自分が何をやっているのか分かっているのか。偽りの繁栄に未来などない。我々は希望を選んだ。何も知らないくせに。おしまいだ、この国はおしまいだ。王が、我々が守ってきた安寧は壁と共に崩れ去るのだ。壁の外、あなたたちの話本当だったのね。狭い壁の世界を出て外の世界を探検するのがエレンの夢だった。僕もずっと海が見たかった。おじいちゃんがくれた本にあった壁の向こうにある海が、空の世界があるならきっと海だって。行こう、アルミ。エレンを取り戻してみんなで見に行けばきっと信じられる。そうだね、君たちと一緒ならあの壁だって越えていける。そうなんだよね。これより調査兵団は空の者たちと共闘し、人類の希望、エレン・イェーガーを奪還する。